明らかに左脳に障害負ってるじゃん <laughs> 右目開かなくなってるじゃん怖いよ、レナ。こんなホーリーを案内とかしてる場合じゃないって。頭を振るようにして意識を取り戻す女の子。同時におっぱいで挟んだままの俺に気づいて。ご、ごめん。何謝っとんこいつみたいな顔すんのやめろ <laughs>。でもよかった。ちゃんと右目開いてる <laughs>。じゃあこのままホーリーを観光できるね。私の方こそすみません。平気ですか怪我してます え、超声可愛いんだけど。っていうか、ネネの声そっくりなんだけど。<laughs> もしかして同じ声優さんとかかなサノバウィッチで出て次回作の宣伝番かも続投とかだったら、すげえことになってんね。大丈夫。怪我はしてない。よかった。そっちこそ、怪我はない。平気です。嘘つけ <laughs> 明らかに後頭部打ってる感じじゃん、その体位だと。慌てて飛びのいてから、倒れている女の子に手を伸ばす。 ありがとうございます。よいこらせ。もう聞けば聞くほどネネ、ね。<laughs> よかった、同時並行でサノバウィチやっといて。ちょっと白髪キャラ同士で、ユシノとネネを比較していたけど、レナとネネでも比較できるの暑熱いな。起き上がる少女。絶妙にへそチラをしているのか、おっぱいが大きすぎて服が引き上げられてるのかわかんないな。<laughs> それは何外国の流行ファッション手を引かれて起き上がる少女。うん、やっぱりでかい。アリーチさん、大丈夫ですか結構派手にぶつかってましたが。どこも痛くないよ。<laughs> 何のおかげかは言わないでおこうね。<laughs> <laughs> 普通に立ち上がれるし、特に痛みもない。軽い準備運動のように、手や足の関節を軽く動かしてみても変化はない。あー、ちょっと違和感あったら、じい <laughs> ちゃんとの稽古さばれるのに。<laughs> これなら、午後のトレーニングに影響はないだろう。あ、午後のトレーニングって夕方から案内終わった後ってことハードスケジュールだね、主人公。<laughs> 今日でかいイベント多いな。誠に申し訳ないでした。何その絶妙に下手な敬語。<laughs> 誠につけれるんだったら、申し訳ありませんって言えよ。<laughs> もう言いてば、あと、ありがとうございました。<laughs> の時同様ちゃんと素敵な体験ををしてくれた相手にはお礼を言うっていういねありがとうありがとうは、こういう時にも使うのですかおい、主人公、お前、先般だぞ。<laughs> こんな拙い日本語を喋る。外国の女の子に誤った日本語を教えるな。日本語は難しいであります。何その語尾 <laughs> なんか、日本語上手いのか下手なのかわかんねえな。<laughs> ああ、いや、今のはかなり特殊な事例だから気にしないで。そうですか外国からの旅行者だろうか。あ、まだ気づいてないのか。りゃそうか。<laughs> 原発かどうかなんて、じいちゃんから聞かされてないもんな <laughs>。 うまいけど、どこか拙い日本語に、とても大きなキャリーケース。若い女の子が一人で、あれもしかしてあ、里いね、主人公。<laughs> こういうの大体気づかずに、一回別れて、待ち合わせの時に、ああ、あん時の、ってなるパターンだと思ったのに。気をつけないといけませんよ。今回は無事だから良かったものの。マコも十分でかいけど、やっぱレナは一回り大きい感じがするね。まあ、お互い腕でちょっと隠してるから、まだ全力は出していないって感じだけど。先ほどは坂道で荷物に勢いがついて止まらなくなりまして、自分でもびっくりしたのであります。<laughs> なん <laughs> からいちいち笑っちゃうな、このゴビ。確かに大きな荷物ですね。お一人で観光ですかおいおい、マコ、お前にしては随分考え鈍いな <laughs>。そういうの主人公よりも先に気づくタイプじゃん。日本には一人で来ました。でも、観光ではなく、留学のためでありまして。あ、もうこれは確定だね <laughs>。ここまで来て、レナじゃなかった、ガツキには。なんでこんなレベルの高いモブを出してくるんだって。ユーズソフトさんに文句を言いたいところだけど。人違いならごめん。もしかして、レナリヒテナウアさんじゃないあ、はい。 おい、その不審者を見るような目やめろ。<laughs> ちょっとおっぱいも触れたし、この人危ないかもって顔すんのやめろよ。やっぱり。時代錯誤すごい <laughs>。長すごい違和感 <laughs>。何故を使うな。もしや髪隠し隠ですかクソテンション高いねねみたいな感じで面白いな見てて <laughs>。いややっぱこれが同時並行で色々な色気を実況してる良さだよな。もういちいち比較しながら見るの面白いもん。 チャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ